とにかく美脚になりたいシリーズ、今回はふくらはぎのマッサージ編です。必ずクリームやオイルなどをつけて滑りがいい状態で行ってください。ではやっていきましょう。はい、ではオイルをまずは足裏にしっかりと伸ばしてください。足裏からマッサージしていきます。ステップ1は両手の親指に体重をかけるようにして、かかとからつま先の方に向かって足裏全体をぐーっと流します。血液やリンパ管はつま先まで体全体からつながっているので、つま先が滞っていると全体の流れも悪くなるので、しっかりと先まで流してあげましょう。10回程度行います。ステップ2、今度は拳を作ったら足首のここ、ゴリゴリ言って老廃物が溜まりやすいところなので、上下にしっかりとほぐしてあげましょう。でそのまま足首周りのアキレス腱の方もこのように上下にだいたい10回から20回ほぐしてあげます。ステップ3、今度はふくらはぎにしっかりとオイルを伸ばしたら、拳を作って拳のここのボコボコを使ってふくらはぎ全体をアキレス腱のところから膝裏に向かってゴリゴリゴリと流すように下から上にかき上げます。これも10回から20回行ってください。ステップ4、今度は同じように拳でこのすねの硬い骨あると思うんですが、この骨から少し外側、前傾骨筋といって外側に張りやすいところになります。ここを足の下から上に向かって出っ張っているところをめがけてゴリゴリっと10回から20回流しましょう。ステップ5、最後につま先から膝裏の方に向かって表面のリンパを流します。これは5回程度行ってください。はい、以上です。では反対側やっていきます。同じように足裏にオイルを伸ばしたら、また両手の親指に体重を乗せて、かかとからつま先の方に向かって10回から20回足裏全体を流します。この時肘を伸ばして体重を乗せるようにするととってもやりやすいです。はい、で足裏ができたらステップ2、今度は拳でこのゴリゴリのところしっかりと流しましょう。10回から20回で、同じようにこのままアキレス腱の方も流します。ではふくらはぎにもオイルを伸ばしたら、拳を作って下から上にぐっとかき上げます。でこの時しっかりと膝裏のリンパ節まで流すようにしてください。10回から20回行います。はい、では同じように今度はすねの横、前傾骨筋のところを下から上に流します。O脚の方とかガニ股の方はここ張りやすいので、特に念入りに行ってください。10回から20回
で、これができたらステップ5、つま先から膝裏に向かって5回程度表面のリンパを流します。呼吸止めないように気をつけてくださいね。鼻から吸って口からふーっと吐いてリラックスしながら流します。はい、以上です。ふくらはぎのマッサージはお風呂上がりにやるのがおすすめですが、わざわざ時間が取れないっていう方はお風呂の中で体を洗う時に一緒にやるのもおすすめです。今回のマッサージが参考になった方はいいねボタンやチャンネル登録をしていただけるととっても嬉しいです。ではまた次回。